G1 初起承、おめでとうございます。いよいよ、憧れの舞台、へ挑戦する機会がやってきましたね。ありがとうございます。賞金400万組の抽選は最終的に8分の4でした。抽選結果はどこでお聞きされたのでしょう。家で、エージェントの方から、入ったよ、と連絡をいただきました。抽選対象だったので入るまでドキドキでしたが、すごく嬉しかったです。 木曜午後以降、トレ戦でも多くの方に声をかけられたのではないでしょうか。今日特にたくさんの方に、頑張れよ、と声をかけていただきました。ありがたいです。G1 初起乗を前にして、緊張などはありますかまだ全然ないですね。デビュー戦からずっと乗せていただいている子なので、スイープの良さを最大限引き出せるよう頑張りたいと思います。さて、 そんな日曜阪神 11R、阪神ジュベナイル F のスリープフィートのお話を伺います。まずは枠順についてですが、6枠11番と発表されました。枠順の第一印象をお聞きしたいです。真ん中のあたりの枠ですごく競馬はしやすいと思います。打ちすぎない方がいいと思っていました。先週のコラムで精神面の成長を感じました。 とと話されていまましたが今回は中一周の実践となりますテンション面は鍵になりそうでしょうかどうしても気の入りやすい女の子らしい性格の子なんですうまくゲート入ってスタートを切るまでなるべくテンションを上げすぎずに挑めればと思います直線に坂のあるコースはキャリア4戦目にして初めてですが対応面に関してはいかがでしょうかスイープ自体馬かがあり 力がある子なので、そんなに苦にしないと思っています。決闘的には祖母スイープ当初が、ちょうど20年前の阪神ジュベナイル F に挑戦し5着でした。当時は内回りでしたが、外回りで期待がかかりますね。そうですね、今回阪神の外回りコースなので、コースはスイープにプラスに働いてくれるのではないかと感じています。 このコラムを読んでいただいているスイープフィート出資者の方は多いようです。デビューからずっと乗せていただいている馬で、こうして素晴らしい舞台に立たせていただけることがとても嬉しいです。ずっと乗せ続けていただいているので、出させていただく以上、スイープと一緒に全力で最後まで出し切るつもりです。よろしくお願いいたします。土曜は中京八倉、日曜は阪神で八倉。 計16蔵に起乗されます。G1 デーの阪神でも8くと多くの騎乗馬が集まりましたね。そうですね、本当にたくさんの馬に乗せていただけて感謝したいなと思います。今週も実戦、調教で騎乗経験のある馬を中心にお聞きしていきます。土曜の中京 3R3 年上1勝クラスのチョッピーは、3走前の新潟で初騎乗。 後方から刺して3着でした。チョッピーは前半後ろから運んだ方が馬の気持ちが途切れないところがあるんです。前回騎乗した時のように前半は出していかず、馬の気持ちを整える形で運べれば最後はいい足を使ってくれるのではないかと思っています。ゴアール2歳未勝利の名村エデンはマナミ騎士とのコンビで3、2、2着。休み明けでも勝ち上がりが期待されます。 気のいいタイプの女の子で、いつも一生懸命走ってくれるのですが、どうしても右回りだと最後外にふらふらしてしまうところがあり、3走前の中京ではまっすぐ走ってくれていたので、左回りに変わるのはいいと感じます。こちらもここ3戦連続で騎乗されているアルムエアフォルクは、テンション面が課題ということで、このコラムではもうおなじみの女の子です。そうですね。 アルムは競馬に行けば一生懸命走ってくれるのですが、返し馬などでテンションが上がるところがある子です。だいぶ落ち着きが出てきて大人になってくれていますし、最後はすごくいい足を使ってくれる子なので、馬のリズムを壊さず乗りたいです。ナインア武器ールツワブキ賞は最終追い切りに騎乗された両血バテラメリタとのコンビで挑まれます。今週追い切りに乗せていただきましたが、 すごく一生懸命走ってくれる女の子でした。新馬勝ちした際に強い勝ち方をしていましたし、馬の力を出し切れるよう全力で頑張ります。ゲートが課題の馬ですね。調教でも少し入れ込みやすい、ちゃかちゃかするところはありました。うまく中立てを決めて、スタートを切れればと思います。 12R3 年上1勝クラスは今回休み明けとなるルヴァン・ノワールに騎乗されます。最終追い切りに騎乗され 4F51.7 という早めのタイムを出されていますが、休み明けの雰囲気はありましたか予定より少し早くなりましたが、走り出したら頭が少し高くなるところがあるものの、本当に一生懸命走ってくれる馬でした。 1200メートルなので折り合いは問題ないと思いますし、ロスなくうまく運べれば、最後いい足を使ってくれるのではないかなと思っています。日曜阪神 8R3 年上2勝クラスのアスカの未来はちょうど1年ぶりのコンビとなりました。昇級3戦目となります。1年前に乗せていただいた時は道中少し歯みを噛むところがありましたが、いい内容で走ってくれました。 久々のコンビですが 2,400m でも力まず走り